はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。まあ、前回のね、まあ、続きですけどね。大地のトゥーラが金色に輝くとき、その音色にて大地を目覚めさせよ。清き衣をまとった巫女の踊りにて神の怒りをなだめさせよ。と書かれていた。そして祭壇の奥に2つの神器、大地のトゥーラと清き衣が安置されているらしい。というね、ここまでやったんですけど、まあ、それがね、金色に輝くときだったんですけどね。輝いてなくて、まあ、ここで神を復活させようとしてたんですけど、まあ、復活できなかったのでね、まあ、時ではないと。ということで、またここね、湖に沈んでたんですけど、もう一回ね、沈めてね、またその時を待つっていう話なので、アルスたちはダーツと共に、洞窟へ行き、大地の鈴を祭壇の奥から外した。湖には再び水が満ち、神の祭壇は湖底へと沈んでいった。儀式で使われていた大地のトゥーラと清き衣は族長の手に預けられ、ユバールの民とアルスの一行は、また共に旅をして、初めの休息地へと戻った。儀式は失敗であったが、アルスは礼を言われ、その夜はささやかな宴が開かれた。そしてその夜更け。おい、アルス、もう寝ちゃったのか？アルス。起きてるのか、アルス。まあ、寝てるんでもいいや。これは俺の独り言だ。こんなことはあまり話さなかったけど、お前の腕にあるそのあざ、実は気になってた。ライラさんとは違うけど、多分お前も何か運命を背負ったやつなんだろう。それに引き換え俺はただ王子って身分に生まれついただけの男だ。俺本当はお前が羨ましかったんだぜ。こんなこと言ってもお前は笑うかもしれないけどな。けど俺はずっと探してたんだ。俺にしかできない何かがあるはずだって。こんな風に思ったのもお前のおかげかもしれないな。ありがとう、アルス。独り言はこれで終わりだ。おやすみ。そうね、手にあざがあってね、古代文字が読めるっていうね。ああ、よく寝た。おはよう、アルス。ゆうべキーファと何か話してみたいんだけど、キーファどうかしたの？はい。まあ、どっちでもいいわ。どうせライラさんに惚れちゃったとかの話でしょ。さてと、出かけましょうか。ガボも起きなさい。行くわよ。狼と寝てる。ん？もう朝？おいらまだ眠いのに。眠いのに。さて、眠いのに。お、ダーツおじさん絶対負けないぞ。お、なんかやってますね。火炎斬りとかやってる。トゥラ、火炎斬り。もういいいいぞ、そこだダーツ。ユバルの選手の力を見せてやれ。止めてくれるなよ、アルス。ダースさんに勝てば俺がユバールの守り手として認められるんだ。そこだ、トリア。確かにいい腕をしておられる。いや、参りました。いえ、ダースさん、あなたもさすがでした。さて、族長様、これで俺を守り手として認めてもらいますね。もちろんこちらからお願いしたいくらいじゃ。さあ、キーファ殿、こちらへ。アルス殿とお仲間の皆さんもこちらへどうぞ。皆の者、ここにたくましく頼もしい若き守り手が誕生した。我ら一族の新たな仲間となるキーファ殿、そして我らを神の祭壇へと導いてくださったアルス殿、その勇気に感謝の歌を捧げる。悪く思うなよ、アルス。俺がお前と旅をするのはここまでだ。まあ、なんと、まあね。俺はこの一族と共にこの時代に残る。ほら、この剣を見てくれ。刃先に紋章が刻まれてるだろ。これは神の守り手だけが持つことを許された伝説の剣だ。これを俺にって。俺はこのままユバールのみんなと共に神の祭壇を守ってゆくよ。この俺も一発の伝説を背負う男になるわけだ。分かってくれるよな、アルス。まあそうですね、止める権利はこっちにはないからね。まあね、ちょっと寂しいですけど。はっはっは、お前はそう言うと思ったよ。さてと、そろそろアルスの村に戻るだろ。旅の扉まで送っていくよ。はい、ということでね、なんと、まあ、いわゆるの戦士になってしまった。
旅の途中で抜けることになってしまってすまないとは思ってるんだぜ。でもな、アルス、俺はやっと進むべき道を見つけたんだ。お前だって本当は喜んでくれてるだろ。まあそうだね。まあやりたいことを見つけたってことだもんね。キーファがね、これは、まあ外しといていいかな。これ多分ね、外さなくても、返してくれると思うんで、まあ一応、多分大丈夫だと思うけど。多分お前からもらったものは何とかってね、分かれると思うんだけどね。それで、こうね、いわゆるね、これキャラバンですよね。これで、まあ、この後に、まあ、プレステ版のドラクエ7の後にね、キャラバンハートっていうモンスターズありましたね。キーファーが主人公の。あれが発売したっていう。だからよくできてるんですよね。だから本当はここまで来てからキャラバンハートやろうかなと思ったんだけど、キャラバンハートやってから、イルルカやろうと思ってたんで、だからね、もうやるものにもね、やっぱ順番ありますんでね。さて、じゃあ行こうか、アルス。はい。確か旅の扉はこっちの方だったよな。で、キーファーが、キャラバンハートの時はね、10歳だったかな。今これ18歳なんで、まあ8年前の話なのかな、あれは。さあ、着いたザルス。ここから、俺とお前たちは別の道だ。今まで一緒に旅ができて、本当に楽しかったよ。元の世界に戻って、俺の親父に会ったら伝えておいてくれないか？あんたの息子はやっと自分の進む道を見つけたって。あ、でもよ、アルス。俺がライラさんに惚れたってことは内緒にしてくれな。さあ、行け、アルス。さーて、キーファとのお別れです。あ、やっぱりね。あら、何かしら、この袋。ね、もしかしてキーファが投げてくれたんじゃない？はい、アルスはその布袋を開けてみた。なんとその中にはキーファからの手紙とキーファが持ってた装備品が入ってた。もう外したのにどうやって入れたんだろうねというツッコミはまあね、ここはまあ外すの忘れてね、来た人のためのね、話ですけどね。はい、キーファの手紙。アルス、そしてみんな、勝手なことをする俺を許してくれ。アルスに買ってもらった装備品は返しておく。元気でな、キーファ。わあ。装備品をアルスに返したってことは、やっぱもう帰る気はないってことよね。アルス、大丈夫か？キーファいなくなって寂しくないか？いや、寂しいけどね。寂しいからずっといてくれってもう言えないしね。いてほしいのは、いてほしいですけどね。なかなかね、自分のね、こうなんだろう、やりたいものっていうのがね、見つかないとは思うんですよ。だから探すのも大変だし、まあ人生もね、まあ最後まで探しきれない人もいるしね。だからそうしたらね、まあやっぱ一人の人生だからね。やっぱこう王子に生まれついて、まあ決められた人生を送っていくのか、まあそれは安定するだろうけどね、安定を選ぶのか自由を選ぶのかとかね、そういう話になってくるけどね。まあ自由があって安定が一番いいんだけどね。まあ家族とか持つとなかなかね、そういうことも考えられなくなってくるっていうね。まあそういうのもありますけど。石板光ってね、これね。おお、よく帰ってきた。今回の旅はどうじゃった？ん？キーファの姿が見えようじゃが、あのバカはまだどっかほつき歩いてるのか？いいえ。なんじゃ、どうかしたのか、アルス。なんでそんな顔しとるんじゃ？どうしたんじゃ、キーファに何かあったのか、アルス教えてくれ。はい。アルスは事情を説明した。いや、そんな、まさか。何が自分の進む道を見つけただ。子供のくせに分かったような口を聞きよって10年早いわ。あのバカが、わしの気持ちも知らずに。毎日怒鳴って追っかけられた、ね、お父さんとお別れですよね。本当はキーファーが帰ってきたら、これをわしの手から渡してやるはずだった。はい、ここ、ね、寄らなくちゃないですね。石板もらえるってことはね。その石板はな、先日偶然島の者に拾われ、この城に届けられたものなのだ。キーファーがそんなに冒険を続けたいんなら、わしもそろそろ許してやろう。そう思って帰りを待っていたのに、まさかこんな話を聞かされるとはな。アルス、よく伝えてくれた。礼を言うぞ。すまんが、少しだけわしを一人にしてくれんか。すまんな。このバーンゾーもいい人だよね。アルス、今の話は本当なのか？王子が他の世界から二度と戻らないなどと、そんなことがあってなるものか。王は王子のことを信じ、アルスたちと旅ができるよう計らったというのに。そんなバカな、王子には王の優しさが分からなかったというのか。いや、十分分かってると思いますよ、それは。やっぱね、何も考えてないわけじゃないと思いますよね、それはね。
さて妹君にもちょっと会いたいところだけど、会いた。あ、おかえり、アルス。あれ、お兄様はどうしたの？どうしたの？たまにこくっちゃって。今日のアルス、ちょっと変よ。お兄様、お父様とお話でもなさってるんでしょ？早く会いたいな。またお兄様、たくましくなったりしたかな？少し日焼けとかしてたりして。ん？何、アルス？さっきは私に何か言いたいことでもあるの？はい。え、何、アルス？言ってる意味がよくわからないわ。お兄様が違う世界に自分の道を見つけた？それって、つまり要するに、もう会えないってことじゃないよね。またお兄様に会えるよね。いいえ。なんでそんなこと言うの？ひどいわ、アルス。お兄様、お兄様は、私にさよならも言わずにいなくなったりしないもの。そんなこと絶対しないもの。お兄さんはまたここに来てくれるもの。旅のお話を聞かせてくれるもの。わー、なんか嫌な気分になっちゃった。まったくキーファもひどいわね。大事にしてたリーサ姫とこんな別れ方をするなんてさ。まあそうだよね。こっち悪いのかって話だけど。まあ主に伝えてね、なんで止めなかったってね。まあ人間できない人だったら捕まえちゃいますよね、アルスのことね。だけど、アルス悪いわけじゃないもんね、こんなのね。捕まえたり八つ当たりになっちゃいますよね。あとどこだ、これは。メモリアリーフ、移民の街、そうだね、移民の街、ユバールクリアしてからなんかあったっけな、多分ないな、まだ。神の民がどうとかって言ったから、多分島が復活してると思うんですよ。あー、どこどこだこれ。すぐ左上か。オルフィーの上だね。とりあえず嫌なことは全部済ませてから行きましょう。まあ、そうだね。まあ、今しか聞けないイベントもあるかもしれないから、ちょっとね、まあ、お父さんとかお母さんにも話したり、アミットさんに話したりもいいかもね。おや、お帰り、アルス。珍しいね、王子が一緒じゃないなんて。まあ、王子様はお忙しいご身分だからね。たまに帰ってきたら大変だろう。あ、そうだ、小魚の佃煮を作ったんだよ。王子に持ってっておやり。え、いらないって。なんだい、変な子だね。王子と喧嘩でもしたのかい？喧嘩はしてないよね。ここにもそういえば鍵がかかってる場所あったね。アミットさんどこだ？まあ、マルベリー、よく無事に帰ってきてくれたわね。ただいま、ママ。おっと。そんなことばかり言って、マリベル、あんたは普通の女の子だね。まあ、字幕貼っときますね。まあ、嫌だわ。また少し体つきがたくましくなっちゃったみたい。マリベル、私はもうとやかく言わないわ。ただ、必ず無事に帰ってくると約束してちょうだい。え、約束するわ、ママ。さあ、アミットさんどこだ？あ、いたいたいた。パパ。おう、マリベル、無事に帰ってきてくれたんじゃな？旅は辛くないか？危険なことはしとらんじゃろうな。大丈夫だって、パパ。私のことは心配しないで。それだけか。キーファのことは触れないんだな。まあ、行けるとこ今回行っちゃって、また次なるね。石板集めなくちゃいけないのって。これでね、あの、ユバールのね、地が復活してるので、行きましょうか。もう報告するにミニモになってくれよって話だよね。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。世にも珍しい化石だよ。象より大きい頭のピカピカの金色の角。見物はたったの5ゴールドだよ。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。そこの穴からすごいものが出たって聞いてきたんだ。でもお金がないとね、ダメなんだって。大人ってケチだよね。まあ、まあね。私はもう半日も並んでるんだ。さあ、早く見たいね。これまで行けないんか？はいはい、いらっしゃい。おやおや、旅の方だね。それは遠くからどうもどうも。いや、すごいよ。金色に光る角だよ。大きな頭の骨なんだよ。見たい？じゃあ、見物料は5ゴールド。安いね。ところでお金持ってる？はい。そう、持ってるの。素晴らしい。じゃあ、5ゴールド払ってくれるかな？はい。はい、ありがとうね。終わり込めんの？お。はるばるありがとうね。遠くからのお客様には特別大サービス先に見ていいよ。5ゴールド以上稼いだ。
トカゲ、いやワニ、わからん。全くわしは生き物は専門外なんじゃ。ん？ああ、見物か。勝手に見てってくれ。ただし触るなよ。おお、なんかあんね。頭に金色の角を持った大きな生き物の化石だ。角がピカピカと輝いている。化石に触ってみますか？はい。こら、触るなと言っただろうが、この悪ガキどもが全く。触んなっつうから触るんだっつうの。でも、本当の展示品は触んないですけどね。あ、お、あったあった。ゲームだからね、触りますけどね。ゲームじゃないのは触っちゃダメですよ。まあ、やっていいことと悪いことはもうわかりますもんね、そんなのね。お、まだ石板光ってるね。なんだおめえら。言っとくわ、ここは立ち入り禁止だ。発掘現場はデリケートだからな。勝手に入るなよ。これまだいけないのかな。でも石板あるよね、これね。だまだいけない場所の石板かもしんない。多分ね、見えるのかなとは思うけど。行ける場所に石板のかけらはないようだ。だこれでいいのかな。発掘現場で石板見つけましたね。あとは、まあ、道なりに行くか。まあ、あんま全部はちょっと今回無理かもしれないけども、ユバールあった場所ですよね。あんなところとか行って、まあ、またね、こっちの世界ではね、また洞窟もありますからね。あそこ長いんだよな。山間の道。なんもないか。神の祭壇の湖、南東の海岸。 お花がある。アルスは墓に刻まれた文字を読んだ。神の踊り手、そして守り手の一族、ここに眠る。あ、ね、まあ、特に何もないかな今は。あの発掘現場で石板が落っこってたぐらいなんで、先にも宝ないね。じゃあもういいのか。次の場所行けっかな、もしかしたら。青い石板だったよね。じゃあもし行けたら、まあ、その先で、まあ、イベント起こる前に、まあ、記録できるんであれば記録しようかって感じだね。次何だったっけな。これかな。あ、行けますね。さて、新天地です。キーファと分かれてね、ちょっとね、戦力的にね、3人なんで、もう一体にね、すごい強いキーファ王子がいなくなってしまったんで、ね、ちなみにあれレベル20まで上げたら、なんだ、真空切りかなんか覚えたような気ですけど、キーファ、まあそこまで上げてないですけどね。あ、ここはここ多分記録できんな。ね、ジャガーメイジ。さて、あー、ダーマだ、そうだ。ようやく来たか。パートなんだ、20後半にて。ここはダーマ神殿を目指して長い旅をしてきた人が最後に立ち寄ることになる宿です。ここから先は神殿に着くまで町はおろか村さえもありません。まあそうなんだよね。最近の若いもんは秋っぽいせいかすぐに転職したがる。椅子を選んだ職を極める前に辞めちまうなんてもう手のほかだべ。ふう、とりあえず池のそばにあるあの建物で一休みしましょう、アルス。まあそうだね。まあ、ここはちょっと回ろうか。まあ記録もできるけどね、ここでね。まず、ちょっと漁ります。あ、鍵がかかってる。鍵かかってると4箇所か。スライムピアス。あ、まあいいや、これは。宿屋でしょ。なさんだね。種は後で振ります。あ、来ないのか。悪魔の書、悪魔の書ね。まあそうだね、本の敵だね。
ルカに使うかこれ。キーファーがいればね、だいぶ違うんですけどね。しょうがない。そこの刺激なんか食らないだろう。あ、そんな強くないな。これ普通に雑魚キャラで出てきたと思うけど。あの人たらきっと私を置き去りにして一人で転職に行ったんだわ。そうよ、絶対そうよ。これだから海の男って信用できないのよね。転職だって。ここの方たちで誰も彼もが転職やダーマ神殿のことばかり話題にしたがるのよ。確かに転職すればいろんな呪文や特技が身につくからお得でしょうよ。でも私はそんなの全然興味ありませんの。ほほほほほ。開かない。さて。ここが、ああ、祈ってんな。毛皮のマント、鎖肩びら、スライムの服。スライムの服、上がる。鎖肩びら5上がるのか。まあ、ちょこっと上がるけど、皮の鞭いいね。マリベル。あ、これはいいな。いいんだけど、これだけちょっと買っといて、今お金結構ありますよね。と言いますのが、まあちょっと回ってからね。まあそこまでやっちゃうか。確かにダーマ神殿に行く者たちが近頃減ってきている気がする。だけど言わせてもらえれば、何の職業にもついてない冒険者ならただのふぬけだぜ。まあそうなんだよね。お客さん気づきましたか？最近この辺の魔物がやたら凶暴になってきたんですよ。何か不吉なことの前触れだったりして。ふう、寂しいの。誰もわしに会いに来てくれん。以前はダーマへ行った者は必ず新しい職に就いた姿を見せに来てくれたのにの。年寄りの相手が嫌になってわしを避けているんじゃろうか。昔はここに来た時はなかなか宿が取れなくて外で野宿をしたもんです。それが今ではガラガラだ。やっぱりダーマへ行く人が減ってきているのかな。ダーマ、ドラクエでね、有名なダーマね。気のせいだといいんだけど、だんだん客の入りが悪くなってきた気がするの。やっぱりダーマへ行く人が少なくなってきたことと関係があるのかしら。でね、おや、皆さんはまだ何の職業にもついてないようですね。だったらダーマ神殿に行って何か職に就くことをお勧めしますよ。職に就くといろんなね、まあ技とかね、特技とかね、まああの火炎斬りとかもそうですけどね、あんなのをね覚えられたりするんですけど、キーファがいなくなったんでね。そしてここから転職しに行った客のほとんどが帰りにうちの宿に寄りつかなくなったんじゃ。サービスが悪いからかの。今は知らない戦士だが、いつか転職で勇者になるのが私の夢なのだ。というわけで旅の方、私はダーマ神殿行く途中なので失礼するよ。うん、はい、なんとここにカジノがあるんですよ。カジノなんですけど、コインでございます。まあ、100枚買っとこうか。2000ゴールドもするけどね。でね、交換できる品が、おしゃれなバンダナとかね、魔法の潜水もね、いいよね。アミタイツ。魔法の方位。これ欲しいね、マリベルにね。ドルフィンシールド。だからこの、魔法の方位と、ガボはいいか、マリベルあげたいもんね。だから今装備品買わなかったりそういうことなんですけど、ドルフィンシールドね、これね。これも欲しいね。この2つ欲しいかな。まあ77だからね、そんなバランス崩すほどでもないんで。これを、まあ、当てればいいんだけど、このラッキーパネルとかこれすっごい面白い。だ後でね、これめちゃくちゃやりますんで、多分冒険進まなくなるぐらいやりますんで。これポーカーか。まずちょっとポーカーで増やしてスロットで当てようか。あら、スリーカードだ。なんだ、フォーカード来たらね、面白かったのにね。スリーカードね、こんなん無理だよ。うわーうわうわ、2分の1だった。エースは高いからね。色狙うか4狙うか、まあ、こんなんもあるけど、やっぱレトリバーに行こっかな。
一回当たってセーブしてて繰り返しはいいんだけどね。まあ、あくどいやり方ですけど、もうこれ、ね、当たるまでね、ずっとリセットでね、いつかは当たるんで、現実ではできませんけど、ゲームだからやっていいですね、これはね。まあ、裏技じゃないな、これは小技かな。まあ、所詮運だからね。起きた！スイカが来て10倍だから、300枚。これでセーブしたら、またできますよね。だから5000枚と1000枚だから6000枚か、6000枚貯めればいいので、これ繰り返します。まあこの先ね、舐めると大変なことになりますんで、まあ、持っててもそうないと思いますね。まあいつかは当たるんでね、今4回チャンスあるんで、ね、残念。これ500枚か。ね、これで1回またやめます。まあこんな感じでリセマラしてね、まああの、回すチャンスがね、多ければ多いほどね、当たる確率もね、上がってきますんで、ただあの、途中でリセットするかしないかなんで、ね、リセットする頻度が減るっていうね。だからまた繰り返しますね。お5個揃った750枚。あバーが当たりましたね。600枚か。1000超えたね。まあどうすかな、何本もいっちゃうか。お、来た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 。これ何枚だ。3000枚か。だよね。OK。お、来たね。これいくつだ ?50 だから1500枚か。あれ、溜まったもしかして。6000。溜まってないな。5000か。
おー来た。これで7400か。5個来たらね、3万枚なんですけどね。よし、いいか、これで。よし、来ました。7400なんで、ドルフィンシールドとね、まあ、後でまたね、できるんで、まあ、これ2個かな。1個でいいか。ドルフィンシールドでしょ。これが、アルツが装備して、あと魔法の方位だね。呪文によるダメージを軽くできる。まあ、2人持たせてもいいかな、これじゃ。ちょっとね、430枚になっちゃうけど。まあね、まあ元であるままね、貯めた方がいいんですけどね、本当は。守備力も上がんな、これも、これもいいよな。おしゃれバンド100枚じゃん。かっこよさ下がるんだね。派手な服の方がやっぱかっこいいんだね。かっこよさ、守備力。ああ、サインピアスやるんだね。こんなもんでいいか。あとは、マリレルがちょっと上がるぐらいだね。よし。はい、ということでね、まあ、一通り今遊び品集まったので、まあ、230万あるんでね、またこれも、いずれ貯めればいいですよ。本当はね、あの枚数でね、セーブしてね、まあ本当はね、2万枚ぐらいになるまでやった方がいいかなとは思うけどね、まだいいカジノはあるんで、まあまた後で楽しみは取っておきましょう。ということで、今回これで終わりたいと思います。次回ね、もうダーマ行きましょう。よしはグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの中していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。